プレゼント子供じゃなくて母親にプレゼント開けたらなんてなるドッキリさて反応ここでルートを解説しようか。この直線で通った場合、母上の見つかる可能性が高くてしまう。この場合、後ろから弟の間を挟んで通っていくことに作戦を変更します。どうぞ。え、どうしたん？すずもあの後ろ俺サンタじゃないの。じゃあまず大きいやつにないよなプレゼント。負けた。すごい。あ、頭とお尻逆じゃね。プレゼント。あ、プレゼントやん。大人やのに。大人やからやで。酒屋やん。ありがとう。なんか紙が入ってたはずでは。いや、あのな。おい。何も入ってない。クリスマス5日過ぎてからもらえると思わへんかったから。あれ、すごい。年末っていう、この感じがちょっと恐ろしいな。で、鬼は茶道加工してんの。うわ、あんたちゃうやん。あんたよ。違います。汚い石やな。誰が書いた。洗濯機だな。買いに行くけん。これで交換してもらえんの。これで交換してもらえんの。せいでだけど名前出てるけど漢字間違ってるでな。漢字ですって。白待ち受けにした方がいいよ。幸せになれるから。なんで？お母さん読まれへん。すぐこい、うわ、もう手紙書くわ。あ、ちゃんと書いてなかったから。お母さん書いたもん。ビールか洗濯機って。さすがやな。分かってるわ。よかったね、頑張ってきた。目にはうっすら涙がポロ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 。やめなさい。じゃあこんなんいらんかったら別に。返してくれ。いる。いらんのんちゃん。これ今度誰かプレゼントでしょ。なんでやねん。洗濯機コート後にあげたらやねん。洗濯機買いに行く券が蔓延すんねん。ちなみに今やったら15万か16万ぐらいで全自動洗濯機売ってるから、よかったら買いに行きませんか。しかも送料見ます。ちむりょチャパネット。洗濯機やったら何でもええんちゃん、ねね、年末セールじゃないとダメって書いてた。書いてないやん。編集でちょっとここって書いてる。
ありがとう、翔さんた。大人はやばいやつや。何もない。なんかあるっしょ。